ジョルジー・シムの名作ミステリー、メグレと若い女の死、パトリス・ルコント監督作品です。新宿武蔵野館行ったよ。渋谷ロフト9でイベント前に鑑賞。ジョルジュ・シムの原作めぐれ啓示物。劇場にこんな展示あった。めぐれ啓示物って映像で初鑑賞だったね。書籍で読んでたけど。なかなか面白かったな。めぐれと若い女の死、鑑賞しました。